So how's it going, laddies? Sasael here, and today we're going to be watching episode 15, That Time I Got Reincarnated as a Slime. Say hello to Moderna. Moderders, let's go. 魔王ゲルド討伐の翌日、それぞれの種族の代表が集まった。 Okay, so... 戦後処理の話し合いである。Those are the orcs. では、議長リムル・テンペスト、始めてください。Oh, new intro. Awesome. Awesome intro. こういう会議は初めてで苦手なんだ。だから思ったことだけを言う。その後みんなで検討してほしい。Okay, the orcs there. 最初に明言するが、俺はオークに罪を問う考えはない。Okay, okay. 被害の大きいリザードマンからしたら不服だろうが、聞いてくれ。同じ立場のものであっても同様の判断をしたかもしれない。いや、多くの罪は全て俺が引き受けた。お待ちいただきたい。いくらなんでもそれでは道理が。Okay, okay. 昔、それは少々ずるいお答えですが、okay, okay. 魔物に共通する唯一普遍のルールがある。弱肉強食。来ていたはずだ。っているけど、文句はないのか？次があれば。同じ無様は晒しませんよ。多くをどうなさるのですか。多くの罪を問わぬということは、生き残った彼ら全てを受け入れるおつもりですか。確かに数は減ったとはいえ、15万の多くがいる。それでだ。夢物語のように聞こえるかもしれないが、みんなで協力できればと考えている。協力と言いますと。リザードマンからは良質の水資源と魚を、ゴブリンからは住む場所を、俺たちの町からは加工品を提供する。そしてその見返りとして、オークからは労働力を提供してもらう。ジュラの大森林の各種族間で大同盟を結ぶ。 okay, that's better. I mean, 多種族共生国家とかできたら。我々が。Of course, I mean, goddamn strong man. 帰る場所も用意してやるから働けよ。さ。Oh, look how happy they are. Yeah. I mean, of course, they were freed, so. Yes. 協力させていただきたい。よろしいでしょう。も、森の実りを提供いたしましょう。Okay, okay, okay. 思います。トレイニーが宣誓します。リムル様をジュラのチャンスローとして認め。名手。It's like the dryers are just putting more.Putting more work for Ribbon. You know, it's like, yeah, it's a great position, but. わびきれはしない。むしろいい話であるのは重々承知している。だがどうかこの首一つでご容赦願えないだろうか。 I mean this orc though, this orc. 戦いの後、今後もリムル様のもとにあり続けたいと伝えたら、俺たちに役職をくださった。
私はモノノフ、リムル様の護衛役ですよ。秘書も兼ねてます。ハクロウは指南役、ソーエは隠密、村に残っているシュナとクロベイにもだ。で、俺は侍大将の座を賜った。軍事を預かる役どころだ。そんなとこに着いちまった以上、 I mean, yeah. Oh, yeah, 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 yeah. リム、しかし名手と仰ぐのなら敵ではない。アダナスなど滅相も。This moments like this just make my heart melt, you know? では俺たちは同じ主をいただく仲間だ。Yeah, or he can, you know, make him eat the secretary's cooking. フォーギルドの名に使って。I think that's worse than being beheaded, right? I think so. ベニマルって器が大きいな。俺も見習わないと。あいつに名前をつけないとな。新しいオークの指導者として。Oh yeah, he can't name all 150,000. オークディザスター、ゲルドの意志を継いでもらうべく、名をゲルドとする。Oh, okay. オークたちをしっかり導くんだぞ。149,999 その後、10日かけて、全てのオークに名前をつけた。ちなみに、リザードマンの狩猟にもアビルの名をつけさせてもらった。Oh, okay, so... その息子のガビルは反逆の罪に問われていた。我が輩は死罪であろう。ガビルを破門し追放する。二度とリザードマンを名乗ることは許さぬ。即刻追い払うがいい。なんだと。 Is he expecting that he's gonna get killed or... Oh, come on, guys. 忘れ物だ。ほら。Oh, that's a trident. So, I mean, he's a capable fighter too, so, and he's named. Gabriel-sama! Oh. 待ってましたよ、Gabriel-sama! Oh, so they're going with him. Come on, my ride or die. Gabriel 様が破門ならみんな破門ですよ。しこり。This episode is just right into the feels, you know. I love it so much. Yeah. わかった。まとめて面倒見てやろう。Where are they gonna go? Are they gonna have their own army of purposes? Just join Rimuru's squad. せっかくお膳立てしたのに、新しい魔王が生まれへんかったんは痛いんちゃうか？そうだな。しかし、面白いものが見れたよ。あのスライム、どうしたものかな？オークロード討伐から3ヶ月。オークから進化したハイオークたちは怪人たちの指導のもと、あっという間に Okay. Oh, that's not a village anymore. That's a town. いいね、家ができて服や道具も揃ってきた。それに100。They're good. ゼネコン時代の知識が役に立ったな。リザードマンや各地との物流もはかどるってもんだ。ナイス。リムル様、緊急事態です。え？おう。おう、those are Pegasus? ペガススに乗った騎士が数百機、こちらに向かっております。え？おう、that's the king.Of the dwarves, right?
I mean, I'm pretty sure they're just gonna scout it. With their enemy, their enemies are their good, you know? なんですと15万の多くは暴走することもなく各地に散ったらしい。しかも、ハイオークに進化してな。そんなことが。Okay, so、humans are wary. Oh, 複数の上位魔人の参戦により戦争は終結。魔人たちは例のスライムの配下であると思われるか。魔人を従え、魔物に進化をもたらす者。こたびの件、対応を誤れば国が滅ぶやもしれぬ。ドワーフの英雄王ガゼルトワルゴ。ガゼルトワルゴ、リムル様、いかがいたしますか。できれば争うのは避けたいんだが。Don't have to kneel. お久しぶりでございます。No longer. 久しいな、怪人。No longer his, you're no longer his man. スライムか。最初に名乗っておく。俺の名はリムルだ。スライムだが、スライム呼ばわりはやめてもらおう。これでも一応はジュラの森大同盟の盟主なんでね。これが本性ってわけでもないんだが、こっちの方が話をしやすいだろ。で、何の用だ。担当直入に言おう。リムル、貴様を見極めに来たのだ。見極め。俺の剣で貴様の本性を見抜いてくれるわ。この森の名士となったなどとホラを吹く貴様には文というものを教えてやらねばなるまい。その剣が飾りでないというのなら俺の申し出を受けるがいい。おうよ、まさか。本気で戦ってみるのが手っ取り早いであろう。よし、その申し出を受けよう。俺の一連の攻撃を防ぎ切ったら貴様の勝ちでいい。ただし、この俺、剣聖ガデルドアルゴの剣を甘く見ないことだ。わかった。それでは立ち合いは私が行いましょう。ドライアド、まさかドライアド。貴様をホラ吹きオーバーリしたことは謝罪するぞ。それに事情もおぼろげながら読めたわ。だが But, yeah. 貴様の人となりを知るのは別の話だ。Okay. 立ち合いにも決まったならば、あとは剣を交えるのみ。 So what happens if he is not able to draw his combination? 軽く勝利して今回の剣をきっちりと説明してもらうとするわ。 Probably. 俺に勝てたなら答えてやるさ。はじめ。貴様の力はそんなものなのか、リムルよ。うるさい。まだ本気を出していないだけだし、慌てんな。おお、オッケーオッケー、That king is not all talk。さすがに強いな。しかし簡単に負けるわけにはいかない。あの構えは。行くぞリムル。おぼろ起点到来。次が来る。上だ。What is that? A Japanese dance? Japanese move? 俺の剣を受け止めよったわ。Fencing? それ待て。No, not fencing. 勝者。Kendo? リムルテンペスト。お。剣を交えてよくわかった。お前は邪悪な存在ではない。なんでだよ。それにしてもよくぞ俺のおぼろ地点到来を見切ったものよ。見事だったぞ、リムル。いや、偶然だよ。その技、師匠が使っていて訓練でよく打ちのめされた。それだけの話だ。
なんだと、まさかその師匠というのは。お、お見事でしたな、リムル様。Oh, it's his. ケンキ殿。森で迷っていたあの時の小僧が見違えましたぞ。いや、失礼、ドワーフ王。わし以上の剣士へと成長したようで頂上ですじゃ。ケンキ殿にそう言っていただけるとは。白狼が師匠だったのか。本当、世の中どうつながっているのかわからないもんだ。If that's not fate, I don't know what is. なるほど、オークロードを倒した謎の魔物集団の調査だったと。それが敵となるか味方となるか見極めにな。リムリオ、聞きたいことがある。ああ、俺と盟約を結ぶつもりはあるか。あ、お前がもしもこの広大な森を全て焼酎にできたならば、我が国をも上回る富と力を手に入れることができよう。その時に後ろ盾となる国があれば便。I think the dwarf king has more to gain with that alliance, with that treaty though, but just in case. いいのか？それは俺たち魔物の集団を国として認めると、そう言っているのと同じだぞ。無論だ。それとこの話、我らにとっても都合。I mean, yeah, at least he's not an idiot. At least he's smart. 喜んで受けたいと思う。よし。で、お前たちの国の名は何というのか。I don't like that other person though. 国の名前だと考えてなかった。I mean, just... ジュラの森とリムルテンペストから名を取って、ジュラテンペスト、ジュラテンペスト連邦国だ。ジュラテンペスト連邦国。ジュラテンペスト、国の名前はジュラテンペスト連邦国。この町の名前はリムルといたしましょう。え、中央都市リムルです。おいおい、それはちょっと恥ずかしい。中央都市リムル、それ以外にありません。そうだな、我らの町にふさわしいのだ。The amount of dick riding in this episode as well. この日、歴史にジュラテンペスト連邦国、そして中央都市リムルの名が初めて刻まれたのである。Okay, so that's the end of the episode.Okay guys, so that's the end of the episode. This episode was just completely, you know, for the feels. Well, it's sad that Gaberu was, you know, excommunicated, exiled for what he done, yeah, for what he did, actually. It was really treason. In any point, in any perspective that you look at it, it was treason. But, you know, his father still loved him. That's why his father still gave him the trident as like a parting gift with him. Though I don't know where he's going with his friends, with his faithful men with him. And I hope he comes to Rimuru as well, because he could, you know, one more member to the squad would be great. So, and he is a capable fighter as well. Yeah, also, now the orcs are entrusted with almost all the laborers, because 150,000 men was just added to Rimuru's ranks, and they were now high orcs, because I didn't think that Rimuru would name all 150,000 of them. It took him 10 days to do it, but wow, he was able to name all of them. I mean, yeah. If you could upgrade your men, if you could upgrade your army, why not, right? And then Geld just inherited the name from the Orc Demon Lord, which is a great thing. He became the Orc King, and yeah. And then, of course, I cannot really, what do you call this, blame the Dwarf King for scouting Rimuru for going to the town. It's no longer a village, it's a town now, the town of Rimuru, because yeah, as humans, you know, we're
in all fantasy stories, humans are pretty weak. And we don't get along pretty well with each other. That's why he wanted to see if Rimuru is a foe or an ally, because Rimuru will... I think Rimuru now has, if not the entirety of the jungle, of the forest, but at least he has like 80% of it already. And as the king said, if he gets like the entirety of the forest to himself, all the wealth, the strategic formations for his army, and the land would be his. And for a neighboring country or neighboring kingdom near that territory, you can no longer forage there, you can no longer do anything there, because it will be trespassing, you will be trespassing to another kingdom, and that's a no-go, right? And yeah, I just can't explain why the king still needs to, you know, sort out if Rimuru was good when he saw a dryad just appeared. He was a chancellor, and I know that he's not aware that the dryad gave him the chancellor position, but if you see, like, for example, you're gonna test someone out if they're good or evil, and then an angel pops out all of a sudden, and then he or she says that he or she is a witness to your duel. Maybe, you know, in the back of your mind, you'll say, oh, he's good, or yes. Maybe he just wanted the duel, and he blocked it. Didn't know that the master of the Dwarf King was also that ogre. So what a coincidence, you know. But yeah, and also the last thing would be the alliance. I think the humans have, knowing humans as greedy creatures, I think the humans have more to gain with that alliance and Rimuru's party. Because what can the humans actually offer? What can they offer? Nothing. I mean, if Rimuru is under, his town is under siege, I think he has a lot of men. But of course, reinforcement is still better than none. But unlike the benefits that they will have is, like, you know, they can freely wander to a certain degree the forest without getting harmed, because Rimuru has control of the entire forest. And if the human settlement is under attack, Rimuru has a lot of men, a lot of soldiers at his disposal, which is probably stronger than the human knights that the Dwarf King the Dwarf King's entourage had. So I think the humans had a lot more benefits with this alliance than we were. But that's just me. Let's see the next episodes of what's gonna happen. So if you like more content like this, just make sure to hit like, subscribe, and hit that notification bell, guys. We're currently at 797 subscribers. We're 203 subscribers away from that 1,000 mark. So please, guys, subscribe. If you just check it out below, if it's still red, click it. Just will only take a second. And what more, follow our socials, Team LSGA0. Links will be in the description. And yeah, thank you guys again for all the support, for watching the series. I'm sorry if I cannot really upload weekly, because as you can see, I don't have a room for myself, and if dogs bark, it just ruins the audio. And yeah, but yeah, thank you again, guys. I'll see you in the next video.